どうも、こんばんは、エヌムです。今回はフェイトグランドオーダーサバフェスピックアップ3召喚ということで、水着 BB と、謎のヒロイン X フォーリナが、来ています。ですね、まあ、今回バシッとね、BB、SSR の BB を当ててこの前 FGO アーケードでギル引けなくて散財した汚名を晴らすべく、がっつりねここでバシッと当てて汚名返上していきたいと思います。じゃあ行きましょう。やっぱロードって大事だよね。ロードって大事だと思う。てかムーンキャンサーだよね。ムーンキャンサーのカードって今まであったっけ？ないような気がするんだが、星5のムーンキャンサーいたっけな。フォーリナーはね、あのアビーとか葛飾北斎とかいるけど、ムーンキャンサーの星子は確かになかったよね。っていうかさ、あのちょっと FGO アーケードの話していいですか。ちょ出来心でお盆休み中にですね、 FGO アーケードちょっと触りに行こうかなと思って行ったんですよ。でなんかちょっとね、最初触った時は なんかちょっと面白くて、あこれええやんと思ってやってたら、隣でねギルガメッシュを使ってる人がいたんですよ。でそのギルガメッシュがめちゃくちゃ強くて、え何これめっちゃ強いじゃんってやって、あまあ10連で引けるんちゃうかなと思ってね、まあ回したんですよ。まあそれは出なかった。でもね星4はエミアとかヘラクレスとか、まあ、大体の星4は出たね。うん、全部星4は出したんですけど、ギルが出ない。本当にギルが出ない。ギル引ける回数ね、あ10連だと50回だから5回までかな、10連を5回まで引けるんですけど、それ全部上限まで回しても出なかったんですよ。あのね1回100円入れて、まあ種火行くなり、ランクマッチ行くなりするのは、100円でできるんだけど、その後にランクマッチなり種火なりのダンジョンが終わった後に予備符を1枚もらえるんですけど、その予備符をもらって予備符を引くのに100円いるっていう。だから実質1回単発のガチャを引こうと思ったら100円200円いるっていう。で俺家帰ってカード数えたんですよ。ほんで105枚あった1日で。えげつなくない？ちょやべえなこれ、やっちまったわ。まず家帰ってこの山積み、おいちょっと待って、ロードは？あの家帰って山積みのカードの数数えたら105枚あった。えげつなくない？その日なんかもう取りつかれたかのようにギル出るんじゃねえかっていう、取りつかれたかのような感覚でさ、いたんだけどゲーセンに。もうもう多分行くことはないかな。で上限がなんかね、上限まで回したんだけど、まあ、天井ないじゃん。でも引けないじゃん。まあ予備符でいけるんだけど、もう単発でなんてなんか出る気しないんだよね。で、あれが9月3日までかな、ピックアップ。で、9月1日になればなんかリセットかかるらしい。なぜか。謎だよね。上限つけるならね、天井制度を設けてほしかったっていうのはある。個人的に。セイバー。いやー、意思残したいんだよね。だから本当この夏ちょっとあれだわ、もうアーケードとかなんか本当散財しすぎた。これから節約生活に入らないと。まあ、この10連はなんかあんま基礎ないな。ロードが入んなかった。もう本当ロード強だわ。ロード強ってなんだ。ロードがないとね、もうすり抜け、てか星4すら来てないのか。フォーリナーのヒロイン X、 ロボヒロイン X ダブルクロス。あの最初はね水着イベのストーリー読んでたんですよ。なんか途中からね読まなくなって、なんかポイント結構貯めなきゃいけないんだっけ確か。はい、20連目ダメでしたということでね、30連目ね。
行きましょうね。おいロード、おいおいロードは、サーバント来てくれるの嬉しいけども、すり抜けてもいいんで、なんかねもう怖いね、この回るのが、アーケードしてから怖くなった、回すのが本当に。アーケードやったことある人いますね。ランクマッチはなんか面白いと思う、全然、うん、あれね3対3のランクマッチは面白いと思う。ギルガメッシュめっちゃ強いけど、あのアタランテの宝具が4に なったんですよアタランテの、アタランテの宝具が4になって、それ以外の星1星2は宝具全部5になったと思う。星さんはねまあチラチラ、清姫とかはまあまあまあチラチラと、宝具3とかかな。アーチャーの、アーチャーの金が来るじゃん、まあ、基本的に金回転が何回も来たんだけど、連続とかでアーチャーの金回転が2回連続できたんだよ。2回とも当たらんとやったからね、さすがにメンタル壊れたね。来ねえな、なんか星4引っかかりすらしないんだけど、これ爆死ワンチャン、厳しいね。まあ最悪武蔵のレースを重ねたい、最悪ね。そうこれね、最悪武蔵のレースを重ねたい、かわいい。厳しいよ本当に。あ、その微妙な一瞬のロードはあれだよ、カウントしないからね。ちょっと飛ばしていいですか、スキップ強、自分スキップ強いですか。え、嘘やろ、嘘やろ、え、ちょ待って、やばいかもしれん、これこれやばいかもしれへん、自分スキップ強いですか。うおー、なるほど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 ね。まずはね、まずは星4でね、お茶を濁していくと。こんにちは地球のマスター、私はコードネーム WX、 私以外のフォーリナーとセイバーを狩るためにやってきた。まあ、とりあえずね、あと20連しかできないんだが、え、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、これはあれやろ、 BB を引けるっていうこの、この BB を引けるっていう、来いこのサーバー混雑のこの競り合いに打ち勝って、うわマジかよ、自分スキップ強いっすか。あーそうか、お前もいたのか、忘れてた、メイブもいたの忘れてた。うっそやろ、キッズ、ついに来たわね、来てしまったわ。お待ちかねの水着姿で女王メイブ、ここに限界よ。私くらいお肌に価値のある英霊なんてそうはいないわね。え、あなたもそう思わない？きつ、きつい、ラスト頼む。うわー、ちょ待って、勝ってくれ、サーバーの競り合いに。うーん、微妙い、頼むよー、この夏に意味をくれ、俺の夏に何か意味をくれ、意味を残してくれ。
俺の夏に意味を残してくれ、頼む。冷蔵はいいからよ。おいちょ待ってくれや、おいちょ待ってくれや。ライダーって何？ライダーって何？いや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 、いや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 、ちょっとドキッとしちゃったじゃん、ちょっとドキッとしちゃうじゃん、もうあー辛いんごね。このゲーム辛いっすね。このゲーム辛っ。ちょっとなんか、なんか年間的にちょっとあーって感じ。あー、うーん、なんかちょっと、そっか。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 お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。